まこなこです。2023年9月14日この日から甲状腺第1期というものが始まってます。イベント一覧からこの画面来れますが、どういうような内容なのか順を追って紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずイベントの説明があった後に、どこかの城、そこに触りましょうとなります。その際に誰も入っていない城、そこに関しては自らが触ることによって自らの部隊がその中に入るとなります。だけれども事前に編成をやっておかないと、最初は部隊1名しかいないような、そういう部隊編成になってますので、できればまず編成をやっておく、その後に城を触って中に部隊を入れましょう。これはまず城に誰もいない場合、もし誰かがいる場合はその城を触ることによって他のプレイヤーが戦っていない場合はそこでの戦いになります。自らが編成した部隊と相手側が編成した部隊、それとの戦いが発生します。その際に敵はプレイヤーが操作しているわけではなくて、以前その城を落とした時の状態の編成が残っていて、それが勝手に動くような状況になりますので、自らは操作可能な状態、敵は勝手に動くような状態、この違いありますので、対人戦やってるわけではないのでそこだけはご安心ください。だけれどもこれ戦う際に5分間という制限がありますので、この時間経過すると自動的に敗北になります。自らの手元の画面で勝てていても敗北扱いになりますので、その点注意が必要です。操作結構細かくやろうと思っていても、変に細かくやりすぎると時間オーバーで敗北となりますので、その点注意が必要です。できるだけテンポよく操作はやっていきましょう。あとはその拠点を取ったり取られたりなんですが、自らがそこで防衛何かするかというと、基本的には何もせず、先ほど言ったように誰かが入ったのがそこを守っている、自らも勝手にその入れた部隊が守っているというような状況になります。いくつか操作可能な要素も今後出てきますが、基本的には何もせずで、なので城があって勝てそうであればどんどんと戦っていってというようなのが甲状腺になります。さて甲状腺画面、まず報酬があるので遊んだ方が良いと言えるかと思います。このように最大のレベル900まであって、その大名レベルまで行くと称号が得られるとか、それまでにも家庭で大量にアイテムありますので、これは期間が1ヶ月以上、結構長い期間プレイできるような内容になってますので、暇があれば城攻めやるというようなことをやっていくと良いかと思います。直接城を触らなくても気軽に手元で遊べるような要素もありますので、それは後ほど説明します。いずれにせよ自分は勝てないから甲状腺やんなくていいかというよりかは、こうしたアイテム取るために甲状腺やって、そして経験値が得られますので、甲状腺用のそれを得て、そしてレベルを上げていく、そしてアイテムを取っていくというようなことも可能ですので、レベル低いからやらないということではなく、どんどんと参加していきましょう。さて続いてこの画面の防衛、ここを押すことによって自らが今確保している拠点、それがこのように表示されます。士気が落ちてくるとこちら側の戦力が下がってしまいますので、その時はアイテム使って士気回復、アイテムは無料でもらえるほか有料でも買うことが可能になりますが、基本は無料のものを使うような感じで良いかと思います。そしてこういう拠点を多く持ってれば持ってるほど、下の方の本日の獲得上限、この小判の数がどんどんと増えていって、1日で最大500まで増やすことが可能です。つまり500の小判を手に入れられるとなります。城の数多分10分のいくつって書いてあるので10個までしか持てないと思います。なので1人が持てる城の数、ここに表示される数は限定されるのかなと思いますので、多分ですがすごい強い人がいたとしても、ある程度この辺りで制限がかかるのではないかと思います。期間を押せばこの部隊返すことができるので、例えばあまりお金が稼げないようなところだったら期間させて、お金稼げるところを攻めて取って、ここの防衛一覧に乗せてお金を得るみたいな感じでやっていくことが可能です。これ所要時間書いてありますが、ここ長ければ長いほど小判が手に入ります。できるだけ長く防衛するようにしましょう。続いて参戦、ここを押すことによって家にいながらでも戦うことが可能です。この参戦に表示されるリスト、いくつか条件があるのですが、まず一つは自らの本拠であったりとか市場であったりとか、これは特別市場も含む、お金かけて払った市場も含む、それプラス今自分がいる場所、どうやらそうした場所、そこの拠点、
城が表示されるそうです。なので私は新宿に市場を建てているので今新宿が表示されていて、新大久保も多分新宿扱いだと思いますので、これも表示されているとなります。更新を押すことによってこれ切り替わりますので、これ連続ではできないので注意が必要です。下の方、千代田区、これは東京駅のあたりに本拠を置いているので、多分これが表示されているかと思います。そしてここで挑戦すれば家にいながらでも遊ぶことが可能です。制圧率ボーナスというものがあって、その拠点、そこをちゃんと多く制圧していれば、こうしたボーナスもかかりますので、制圧率ボーナス得たいんであれば、自分の本拠ある場所、市場ある場所、そこは制圧率できるだけ 100% に近づけた方がいいとなります。この下の方を見ると敵の士気が 34% かなり落ちているので、こういう敵に関しては勝ちやすいかもしれません。上も 68%、 このように戦力が落ちるのですごい強い敵でも勝てる可能性があるとなります。必ずしもがっつりと遊んでる人しか遊べない要素ではないとなりますので、このあたり見比べて、自分の戦力と見比べて挑むか挑まないか決めましょう。続いて編成、ここでは工場専用の編成を組むことができますので、このあたり自分の編成をうまく整えて、できるだけ長く城を守れるように、もしくは城を取れるような編成、それを作っていきましょう。右下、これは際限なくできるわけではなくて、旗のマークありますが、5分の0。これ4時間ごとだと思うんですが、4時間ごとに旗が1つ回復という、プレイ回数に限りのある内容になっています。それに加えて、プラスボタンを押すことによって、この、おにぎりのマーク、これを使って回数を増すということも可能です。これが無料でもらえるほか、または商店で買うということもできますので、おにぎり500円、1個、50円相当、10個まとめて買うことが可能になります。今回の工場戦第1期、これは特別な投与も用意されてます。このように見てもらうと、提供割合、このような確率で 1% と 0.5%、黒田官兵衛 0.5%、浮田直家 1%、このようなものが用意されてます。そして、この武将なんですが、結構この工場戦用に、作られた内容になっていて、この特性見てもらうと、工場戦時兵法が 30% 上昇、これは黒田官兵衛、もう一つ浮田直家、工場戦時兵法 20% 上昇となってますので、この浮田直家の方が初期の SSR の2名850となってます。もう一個同じ SSR であっても、黒田官兵衛水の如しは900と、こちらの方が手に入れられる確率低いのと、なおかつ能力もちょっと高めになっているかと思います。また戦法も水の如し、同士打ちとか発動可能になってます。一方、浮田直家は暗中飛躍。これは知略攻撃と毒付与、攻撃低下など様々な効果を与えることが可能になってます。このあたり興味があれば聞いてみてくださいと言いたいんですが、今のところ優勝ぐらいしかチケットが手に入らないような感じなので、初日全くチケット手に入ってないので、これはもしかしたら全部有料かもしれません。こちら側は小判使って引くことは可能です。だけれども提供割合、黒田官兵 0.25% に下がってますので、逆に浮田直家が 1.25% に上がってます。こちら側で狙ってみても良いかもしれません。商店に行くと期間限定で工場戦パックというものが売られています。おにぎりであったりとか、また士気の回復であったりとか、他あとは投与ガチャが引けるチケットとなってます。それぞれ真ん中から250円1枚あたり、1枚あたり200円、もう一つは250円で、一番下は200ちょっとぐらいの値段となってます。これは大名ポイントとかもらえないので、そのあたりはなかなか買うかどうか悩ましいですけれども、一応在庫は限定的。もし興味があれば、こちら側も確認してみてください。また、大名ポイントの方に、この上の方、特別投与札、工場戦第1期、これが追加されましたので、大名ポイントどこで使うか、下の方の確定の方がね、いいような気がしないでもないんですが、もし、上の方でポイント使うんであれば、ここも追加されてますので確認してみてください。一方、戦国マイレージ、こちらの方には追加されてないんですよね。桶狭間のはあったんですけれども、
甲状腺は追加されてないので、これ追加されるのか、それとも本当に追加されないのかちょっとよく分かりませんけれども、一応今現在9月14日現在では追加されてないということを伝えておきます。この他城にはランクがあって、多くの人がその城で戦おうとするとランクが上がっていくというものがあります。ここでもらえる小判の数であったりとか経験値とか、そこら辺も変わってきますので、ランクの高い城を狙っていくというのも一つの手かもしれません。このランクに関してはある一定タイミングでランクが変わるということがありますので、その城のランクの更新、今見てもらっているようにまずは9月20日の昼頃からランクが更新され、またその後も1週間ごとにランクが更新されるとなってます。その時に最大になった星3のところを狙っていけば、より小判が稼ぎやすいとか経験値が稼ぎやすいということがあるかもしれません。この他甲状腺を行えない城というものもありますので、京都の二条城とかそのあたりが設定されてます。甲状腺目当てでこのあたりは行かないように、だけれども普通に城の登録は可能となってます。この他私はまだ経験してないんですが、奪還戦ということが起こることもあるそうです。奪還戦することによってより経験値得られやすくなるとか、また当然城も取り戻せるということもありますので、ここら辺何かしらマークが出た際には確認してみましょう。イベントの最中にはある一定の向上レベルになった段階でまたアイテムが売られるとなります。今見てもらってる通りいろいろとあるのですが、やはり注目は5000円このあたりの下の方の5000円、浮田直家確定でもらえるというもの、また1万円黒田官兵衛が確定でもらえるというもの、このあたりが一つ目玉になるかもしれません。ここまでお金かけるかどうかは当然それぞれ判断すべきかと思いますが、浮田直家はレベル300、600、800と3回変えますので、つまりは覚醒で2段階は覚醒可能となります。黒田官兵衛はレベル500、レベル900で1回分覚醒可能な状態になります。だが当然そこで1万5000円払うか2万円払うかはいろいろと考える必要性がありますので、そこら辺は財布と検討してください。他にも装備品、これも買えるアイテムで、日光一文字、甲状腺字、兵法上昇レベル1となってますので、まあ、このあたりもがっつりやる方はチェックしてみてください。以上で甲状腺の概要は説明できたかと思います。お金をがっつりかけた人しか遊べないんじゃないかと思ってる人もいるかと思いますが、レベル単純に上げていってアイテムを得るという楽しみもあると思いますので、甲状腺チャレンジできるポイントが溜まったんであれば、どんどんとチャレンジしてみてください。以上になります。もしこの動画でなんとなく理解されたという方は高評価いただけたら幸いです。今後も信長の野望出陣の動画上げていくと思いますので、よろしければチャンネル登録して、また今後の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。